21世紀に入り F1 バトルは厳しさを増していた。2006年より導入された V 型8気筒排気量 2.4 リットル以下というエンジンレギュレーションに引き続き、2007年には最高回転数を1万9000回転以下、エンジン開発を2010年まで凍結といった内容が盛り込まれた新レギュレーションが発行されたのだ。そんな中、2006年を戦った248F1 の後継としてフェラーリが発表した2007年仕様のニューマシン F2007 は、新しいチャレンジにあふれた革新的マシンであった。エアロダイナミズムの改善に向けてフロントサスペンションのロアアーム支持方式を変更、変速時の駆動ロスを排除した通称シームレスシフトを導入、また7速シーケンシャルギアを収めるカーボン製ギアボックスを極限までコンパクトに設計し、リアセクションでの空力性能を向上させるなど、数々の改善を図っていたのである。エンジンも燃焼室や給排気ポートの最適化を行い、1万9000回転の最高回転を許容しながらハイレベルなドライバビリティを確保している。 F2007 を操るドライバーはフェリペ・マッサと新加入のキミ・ライコネン。ドライバーズタイトルの決定は最終戦までもつれ込んだが、ライコネンは厳しい接戦を制し、加入初年度ながら見事1位を獲得した。2位のルイス・ハミルトンとフェルナンド・アロンソのポイントはそれぞれ109ポイント。それに対しライコネンのポイントは110ポイント。わずか1ポイントの差であった。この年のフェラーリはコンストラクターズタイトルも手中に収め、2004年以来のダブルタイトルの栄冠を勝ち取っている。